疲れ様です。やり遂げたぞパパ見てこの汗spine. All right, hey, I got a brand new
美味しいわ。本当。セイナがスパ行ってる時に限って、あ、10分後に出ると思ったら、めっちゃあの端っこ、部屋の端に行ってさ、こうやって静かにして何してんだろうって、ってやつで。確かこんなタイミングかと思って。この後は船に乗ってハイキングして、でその後にホワイトヘブンビーチだ。これしかもね、昨日ちょっとね予習したのよ、ホワイトヘブンビーチ。あんま言いすぎるとあれだから。まあとりあえずすごい綺麗、早く行きたい。まあでも多分映像が全てだから、はい、この後ちょっと行ってきます。見てこの肌色。めちゃめちゃ綺麗。でした。よく頑張ったね。やっぱ大変だったこれ作るの、すごい頑張ったんだから。頑張ったね。じゃあ皆さんも来年良いお年を。では帰ります。ミルトン島に。よし、やろう。焼けてる。日焼け止めいっぱい塗ったのにちょっとやっぱ焼けてる。
寂しいね、ハミルトン島最後って。いやいや、本当にもっとできるアクティビティとかね。確かに、白人賞、白人賞賞にちょっと預けてダイビングとかもありっすよね、マリンスポーツとか親で。うん、なんかキッズルームとかありそうじゃないですか。なんかでもあるって言ってた、ね、でも結構あのバギーね出てきてると思うんですけど、バギー今日面白かったね、お父さんと子供のバギーの2人の組み合わせ、みんな怪しながら運転してた。俺と一緒やと思う。だからすごい。片手あのガラガラやりながら。そう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 。なんか自然に目が合うみたいな。なんかすごい。優しい街、家族に。私だって朝からスーパー行かせてもらって、ね、その間のノアが見ててくれて、その後にね、ホワイトヘブンビーチに行って、そうそうそう、まあ、でも慣れない砂遊びとかもしてたし、いや、すごいのよ、今回ね、あの砂浜をなんと克服できまして。見てくれてる人だったらね、分かると思うんですけど、沖縄の時にね、やっぱ、ね、海入るのも嫌やったし、砂に触れるのも嫌やったのが、最後帰りたくないって言って、鳥ずっと追いかけてたよね、カモメをね。嬉しかったな。でも本当に家族と行きやすいね。さっきあのハミルトン島の人とも話してたけど、乗り継ぎがやっぱある分すごいしんどいかなと思っちゃうけど、ブリスベンを一回挟んでるから、逆にブリスベンにもちょっと滞在して、リゾート地じゃないようなちょっとシティ感はした俺たちは1日だけ1泊だけするんですけど、あそこはまたちょっと楽しいんだろうなっていう。すぐ寝れそう。そうね、うん、はい、もうちょっとありますけど、皆さんちょっとね、はい、お付き合いお願いします。おやすみなさい。戻ります、一泊。はい、ブリスベン戻ります。めっちゃ天気いい。そうね、やばいね、今日いい感じじゃない。やばい、一泊する、一泊したかったね。これやばいぞ。靴下かわいい。
まだ7時になってるのかな、ちょうど7時ぐらい、うん、寝たのが1時ぐらいかな、5時起きで4時間睡眠、ちょっとね怒涛すぎて、朝早すぎてどこもねブリスベンが朝ごはん食べれなかったから、ちょっと空港で食べて、今3時間前ぐらいなんで食べて帰りたいと思います。さっきのホテルから近いからすごい便利だね。そう、実はもう4月行こうかなっていう今ちょっと計画を、誕生日なんで。チケット見てた。満席やったけど、ちょっと余裕あったよ。帰りもうほぼ満席やったな。いやー、でも今回あの帰りの方が、うん、あのピュアはすごく慣れてた。あの行きよりね、結構なんか分からなかったよね。だから少しずつ慣れてきたのかなって思いました。初めて1時間半か。いや、よく頑張ったよ。本当によく頑張った。あとあの家族連れが多くて助かった。そうね、うちだけとかだとなんか泣いた時すげえやられる。誰かが泣いたらお父さん同士みんな目合うみたいなさ、大丈夫かみたいな。